皆さんこんにちは、まもろです。今回はテニスをやる上で知らないと絶対まずい道具4選を紹介します。当たり前だろって思う人もいるかもしれませんが、絶対に必要な知識ですので、特に注目ポイントは頭に入れておいてください。そしてですね、今回の内容はこちらになります。それでは行きましょう。はい、まずはテニスコートです。テニスコートの縦の長さは約24メートル、25メートルプールよりもわずかに小さいといったところでしょうか。2対2であるダブルスの場合は横の長さが約11メートルになります。1対1である場合はここを使うので約8メートルになります。ちなみに子供用はコートのサイズが変わります。こちらが8歳以下の子が使うコートですね。次にこちらが10歳以下のまだテニスを始めたばかりの子から少しやったぐらいの子が使うようなコートになります。そしてこちらが一般的なサイズで、大人から子供、プロまでが戦うようなコートのサイズになります。ちなみにコートの真ん中に唯一の障害物、ネットは端とセンターで少し高さが変わります。ネットの真ん中にはセンターストラップがあるので少しネットが低くなります。そしてですね、その高さは 91.4cm、 1ヤードになります。ちなみにですね、コートの種類のことをサーフェスと言います。サーフェスは大きく分けて5つあります。スナイル人工芝、ハード、クレー、カーペット、グラスになります。そしてその特徴はこちらになります。はい、スナイル人工芝は雨に強く、そして砂が入るので滑ることが特徴です。また終わったらブラシ掛けが必要になりますね。こちらハードコートは雨が降るとすぐ使えなくなり、よく弾み滑りにくいのが特徴です。こちらクレーコートは雨に弱く、弾みがバラバラ、さらに弾みにくく、バウンド後は少し遅くなります。終わったらブラシ掛けと線の上をほうきで履かないといけません。はい、こちらカーペットコートは柔らかいので体の負担が少なく、主にインドアで使用します。バウンドは低く、バウンド後はスピードが速くなります。こちらはグラスコートです。4大大会のウィンブルドンで使用している芝のコートになります。日本では2箇所しかないので内容は少し省略していきますね。注目コートの種類は様々なので、まずは自分の練習するコートを理解しよう。はい、これがラケットです。こちらのラケットの中心の部分が一番ボールを飛ばせるところ、スイートスポットと言います。なるべくここに当ててボールを飛ばせるようにしていきましょう。はい、そしてですね、この下の部分をグリップと言うんですが、ここを持ってテニスをしていきます。そしてですね、このラケットの先のことをラケットヘッド、こちらグリップの一番下の部分をグリップエンド、この三角の部分をスロートと言います。次にストリングについて話します。こちらラケットに紐みたいのがついてますが、この部分をストリングまたはガットと言います。大人用のラケットはこのガットの部分を専用の機械で定期的に張り替えなければなりません。ちなみにですね、夏場はボールがすごく柔らかいのですごく飛んでしまうんですよ。で、対照的に冬場はボールが硬くなってしまうので飛びにくくなります。まあ、季節に応じて変えていった方がいいということですね。そしてですね、このガット張りの強さを表す言葉をテンションと言います。またですね、ガットの張り具合の単位はポンドで表します。テンションはですね、私の場合は46ポンドを基準にして、力のある人は基準より高く、力で戦わない方は基準より弱く張ってください。ちなみにラケットも大人用から子供用までがあります。ラケットの長さは大人用は27インチ、子供用は19インチまであります。目安は気をつけをした時にラケットの先が地面につくぐらいを選びましょう。はい、次はラケットの厚さについてです。こちらですね、厚いものは力が弱くてもすごく飛ぶような設計になってます。対照的に薄いものはコントロール重視のラケットになります。こちらはですね、少し薄いのでコントロール重視のラケットということですね。初心者の方は少し厚いラケットを選ぶといいと思います。次はラケットの面についてです。ラケットの面は大きいとよく飛び、小さいとなかなか飛びにくいという性質があります。ただですね、ラケットの中心に当たれば小さいラケットでもすごいパワーが出ますので、そちらは覚えておいてください。ラケットのサイズは基準は100インチです。ですので初心者の方は100インチ以上のラケットを選びましょう。次はラケットの重さです。ラケットにはバランスというものがあります。ラケットの中心に指を置いて見てみてください。ラケットの先が重くなった場合はトップヘビー、対照的にグリップの方が下がった場合はトップライト、中心の場合はイーブンとなります。初心者の場合はトップライトかイーブンを選ぶのがベストです。理由はラケットの振り抜きが良くなるからですね。またですね、ラケットの重さの基準は 290g になります。
女性や小学生または初心者の方は少し軽いものを使用してみてください。注目、自分のレベルに応じたラケットを選びましょう。初心者、16歳以上の男性は重さ 290g 前後、面サイズ100インチ、長さ27インチ。初心者女性、初心者16歳以下の男子は 280g 前後、面サイズ100インチ以上、長さ27インチを基準に考えてください。実は靴は何でもいいわけではないんです。こちらテニスシューズの底は硬く、さらに平べったくできています。こちら理由としては前後左右に動きやすい設計になっているからですね。そしてですね、私が思うにはテニスシューズは怪我をしないためにも一番大切な道具だと思います。ちなみにですね、コートの種類によって靴は履き替えなければなりません。こちらはですね、砂入り人工芝、あとはクレーコート用の靴底になります。こちらがハードコート用の靴底になります。そしてですね、カーペット用の靴底はこちらになります。注目、足のサイズや足幅によって様々です。シューズのミスマッチは怪我にもつながるので、必ず試し履きをしてから購入しましょう。はい、最後にこちらがテニスボールになります。こちらは小学高学年から大人、プロまでが使うレギュラーボールになります。こちらが小学3、4年生までが使うグリーンボール、空気圧はレギュラーボールの 75% になります。こちらは小学2、3年生が使うオレンジボールになります。空気圧は 50% になります。こちらが小学1、2年生以下の子供が使うレッドボールになります。こちらの空気圧は約 25% と言われています。注目、自分のレベルに応じたボールを使用しましょう。大人でもテニス初心者なら簡単にテニスができるグリーンボールを使用する場合があります。いかがでしたでしょうか。テニスをやる上で必ず必要になる道具を4つまとめてみました。この4つは最初に始めるときに必ず必要になります。場所によってはレンタルもありますので、最初は借りて使うのもありだと思いますが、テニスは継続的にやらなきゃいけないスポーツですので、靴とラケットは早めに購入した方がいいと思います。またですね、年齢、性別、過去の運動歴、スポーツの種類をコメント欄に書いていただければ、どんなラケットがおすすめか紹介しますので、ぜひぜひコメントをください。最後にまとめます。自分のレベルに応じたラケット、ボール、テニスコートのサイズを理解し、サーフェイスに応じた靴を履いて練習を頑張ってください。最後までご視聴ありがとうございました。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、ぜひフォローお願いします。これからも魔物の体操等をよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。